皆様、こんにちは。私、アナログデバイスの石井悟と申します。ピャンプについて簡単なお話をさせていただきたいというふうに思います。一つ前の説明で、ピャンプを気管のモデルで表すことができるというお話をいたしました。そして、じゃあ、この気管が、どのような形で式で、示されるかというものを、今回の説明で行ってみたいというふうに思います。これは気管のモデルで、増幅率が A で、気管率が β。で、気管率 β というものは RF プラス RG 分の RG というふうに表せるというお話をいたしました。そして、これを例えば、今ここのところの、増幅率 A の入力を VA としてみます。そうすると、この VA は、A 倍されて V アウトに出てきますので、AVA イコール V アウトという式で表すことができるわけです。また、この VA については、この V イン とこの V アウトをベータ倍してマイナスで加えたものとして、 V インマイナスベータの V アウトとして VA を定義することができます。そして、この VA にこの VA を代入すると、 V アウトイコールカッコ V インマイナスベータ V アウトをですね、かける、この A というふうに表すことができるわけです。それを式変形していきます。まず、この A をそれぞれに掛け合わせて、 AVIN マイナス AβVout というふうにします。そして、この AβVout を左に移行します。そうすると、この Vout だけの式になりますので、 Vout 分の Vin は1プラス Aβ 分の A ということで、この式の Vin から Vout に向けての、いわゆる伝達関数と呼ばれる増幅率が1プラス A ベータ分の A で表されることになるわけです。